雪のたくさん積もった上に、なお雪が降っていて、松と竹が面白く変わった個性を見せている夕暮れ時で、人の美貌もことさら光るように思われた。春が良くなったり、秋が良くなったり、始終人の好みの変わる中で、私は冬の澄んだ月が雪の上に刺した無色の光景が身に染んで好きに思われる。そんな時には、この世界の他の大世界までが想像されて、これが人間の感じる極地の境だという気もするのに、すさまじいものに、冬の月を行ったりする人の浅はかさが思われる。源氏は、こんなことを言いながら、御簾を巻き上げさせた。月光が明るく地に落ちて、すべての世界が白く見える中に、植え込みの灌木類の押し付けられた形だけが哀れに見えて、流れの音も、むせび声になっている。池の水のキラキラ光るのもすごかった。源氏は道場を庭へ下ろして雪まろげをさせた。美しい姿、頭つきなどが月の光に一層よく見えて、やや大きな道女たちがいろいろなあこめを着て、上着は脱いだ結び帯の略装で、もうずっと長くなっていて、裾の広がった髪は、雪の上で鮮明にきれいに見られるのであった。小さい道女は子供らしく喜んで走り回るうちには、扇を落としてしまったりしている。ますます大きくしようとしても、もう道女たちの力では、雪の玉が動かされなくなっている。道女の半分は、東の妻戸の外に集まって、自身たちの出ていけないのを残念がりながら、庭の連中のすることを見て笑っていた。